ポゴホッピングとは、飛び跳ねるという英語。日本ではポゴを指すことがある。ポゴスティックに乗って、バランスを取りながら飛び跳ねること。元来日本では、木の棒に乗って飛び跳ねる、高速と呼ばれる芸が、平安時代かそれ以前から行われていた。バネのついたポゴスティックは、1930年頃に、スポーツジャンプーの商品名で発売され、脳が良くなると宣伝されていた。 1957年頃にホッピングと命名されたポゴスティックが発売される。バランス感覚を競う子供の遊びとして全国に流行したが、ポゴをやりすぎるとイカ水になるという噂が広がり、ブームは人生化して捨てられていった。1980年頃、今度はバンダイがスカイホッピーとして発売すると、 第一次ブームを知らない子供たちの間で再び流行した。1984年にナムコより発売されたアーケードゲームパックランドにも登場している。日本国内でも有名企業のコマーシャルなどにも採用され、2015年頃新たなエクストリームスポーツとして日本へアウティビティショップ4オールにより独自の空気式を採用した世界最高品質の アーテゴの輸入販売がスタート。日本においても普通にジャンプするのではなく、BMX やフリースタイルモトクロスのようにトリックを競うエクストリームスポーツとして発信を行い、再び人気を取り戻している。YouTube、フレッド・ガージバウスキー・ポゴスティック・ハイジャンプ1九9 6年に京都で発生した、英調大田学にて、高速、一足が行われていたと記録されている。 ナムコはその後も1986年にホッピングマッピーを発売している。一輪車のホッピング。ありがとうございます。